098TV。 さあ始まりました、 098TV 拍手。さあ前回からリニューアルした 098TV なんですが、この番組はさまざまなテーマについてレギュラー陣とゲストが語り尽くすトーク&ディスカッション番組でございます。はい、ナペロさん早速なんですがついてこれてます？来てません。来てきて、衣装はバッチリ、08巻ね、揃えてきていただき、気持ちがついていってないですね。いやいや、もう硬い硬い、全然硬いよ。もうね、本当にやってじゃあもうね、もうしょうがないか、私たちで盛り上げていきたいと思いますけど、はい、さて、もう早速ですね、トーク&ディスカッションといきたいんですが、まずはこちらのコーナーご紹介いたします。今週のワンショット、これ練習させられました。はい、今回ですね、何だそれ。練習しました。今回のテーマ、ね、練習した割に合ってないのよ。もうちょっと合わせてくれる？後ろ向いてやってたから、うん、気になるわけよ、ちょっとの差が。今回はですね、このテーマにまつわる写真を1枚紹介して番組をスタートしようとする画期的なコーナーです、うん、ということで今週のワンショットはどうぞこちらです。じゃん、じゃん、おお、はい、こちらね、ねえ、かわいい。視聴者の方からいただいたお写真なんですけれども、うん、毎日朝5時起きで長女さんにお弁当作り、母気合を入れて頑張るよという気持ちで作りました。パトカーのキャラ弁ということですね。あのハートはご飯、ご飯、ご飯、おにぎりじゃないですか、でんぷ。あー、おいしそう。ハートのケチャップ、かわいい、うん、愛情こもってる感じがします。だけど、あれパトカーだからさ、うん、なんか事件な感じじゃない？違う違う違う、あなたのハートを逮捕しちゃうよ。そういうことじゃないの？そういうことにしましょう。ということでですね、今週は手作り弁当についてトーク&ディスカッションしていきます。はい、お願いします。さあ今日は手作り弁当ということで、こちらのゲストをお迎えしました。島袋さんからお願いします。はい、笑顔の料理家の島袋和恵です。キャラ弁教室を開催したり、ブログで弁当の作り方も紹介しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは初恵さん、はい、皆さんどうも、ママドルですと言いたいところなんですけれども、うん、2月23日におばあちゃんになりました。ありがとうございます。おばあちゃん、おばあちゃん。ママドルからババドルに変わりたいんですけども、ちょっと響きが良くないかなみたいな。ババドル、ババドル、ババドル。いや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 、決めたの、これに。グランママドルです、よろしくお願いします。グランマね、グランマ、グランマ、ね、グランマで今日ですね、ナピロさんと島袋さんに手作り弁当持ってきてもらってます。登場お願いします。え、お弁当？頑張りましたよ、頑張りました。作ったの？作りましたよ。まだ朝早いよ。早いんですよ。作ってこい言うから。あ、本当？作るしかないでしょみたいな。毎日作ってんの？毎日、幼稚園生が毎日お弁当なので。あ、そのついでに。あ、そうなんだね。作ってきました。098TV、じゃあ見ていこうよ。いいですか？はい、パンパカパン。まず前座。こんな感じです。置いていいですか？すごい。え、これ何歳の子が食べるの？これ幼稚園生5歳2人が今食べてます。え、1人分でしょ？これ1人分です。まるまる食べれるの？まるまま、もうこのままこうデザートつけて、あ、デザートつけて食べるんですけど、すごいすごい、彩りもいい。保冷剤代わりに必ずもうゼリー入れたり、ね、そうそうそう、もう溶けちゃってるんですけど、まあまあ冷凍、まあいろいろ冷凍が多いんで、あまり気に、あまり見ないでもらっていいですか？なんかね、この中で私思うんだけど、作ったとしたら、うん、卵焼きかな。あ、そうそうそう、一番力入れたのです。時間がかかったの。あ、チーズも入ってる。チーズも入ってるんですよ。今日は気合で、普段チーズ入れないんですけど、うん、今日一応、ね、ちょっと気合見せようと思って。これ毎日メニュー違うの？まあ一品違うかなっていうぐらいで、ほぼ一緒です、食べるものが限られてきてるので、うん、なんで？もうやっぱりでも好き嫌いが増えてくるんですよ、4歳ぐらいから。だからもう食べてもらうのをもう意識させるために、もう好きなものを入れて、もう自分で言うんですよ、カツがいいとか。うん、そうそう、島袋さん、専門家いいの？島袋さんはプロだから、もう入れ物がもうおしゃれだもん、ね、だってプロでしょ。じゃあ開けます。はい、じゃん。なに？あ、俺だ、すごい。乗せ、え、似てる。こっちの方がイケメンだけど。うるさい。
これは何で作られてるの ?098TV とか、卵焼き、薄焼き卵がメインで、黄色は全部薄焼き卵です。このジモ？あ、そうです、ジモです。どうやってやるの？ジモ傾くのがあって、はい、持ってるので数字とか傾けるの、はい、それでクリクリってやればできるので、誰でもできます。そうなんだ。いやいやいや、TV だけは自分でちょっと切り取ったりするんですよ。ちっちゃいカッターで。で、春らしくっていうからこのほら巻物なんかもちゃんと巻物が好きで、あのこう大きく作って切ると何個もできるので、お花、お花をイメージして。でほらやり方教わんないよ。やり方すごい。え、じゃあこれは食べていいの？はい。え、食べていいの？どうぞ、どうぞ、ね、最初毒味からがいいんじゃない？そうね、お口直し、そうねじゃないわ。じゃあいただきます。そうね、美味しい方から食べていい。あの卵焼きちょっとおすすめなの。私も卵焼き。うん、あさとさんどうですか？どう？お母さんの愛情がこもってるよ。あ、いいこと言う、愛情たっぷり。卵焼きだけはね、毎日作ってるんで、うん、いただきます。多分一番成長してると思います。卵焼き上手です。ね、綺麗、相性すごい下手くそで、一応4年目なので、お弁当作り、うん、あのお弁当はどのぐらい時間かけて作るんですか？いやもう本当に15分とか20分ぐらいで作っちゃいます。ご飯は炊いてあるので、うんうん、でも慣れたら結構早く作れます。もう昔は一番最初1年目とかで結構力入れて時間かけてたんですけど、うん、あまり別にもう見た目も変わらないのでもうちゃんともうこなせるようになりましたね。2年目ぐらいから。え、待って、シゲノブ私食べる。あー、シゲノブ大丈夫？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 頭食べて頭。パンダの方で作りました。すごいね。パンダ、あ、似てるもんね。パンダっぽいもんね。うるさ。見て、ロールキャベツ。ロールキャベツが入ってます、うん、1個だけあったの。あ、あるある。うまっ。いいですか、ブロッコリー。やっぱ味とかも違うんですか、普通のお弁当と。もう、そうね、冷えてんだけど、うん、美味しい。ロールキャベツ弁当入れないよね、普通。入れない。手間がかかるんで。水分が出ちゃうんじゃないの？そういう飯の残りをこうペッパーでちょっと包んで冷蔵庫、あ、あのラップして冷蔵庫入れておいて入れたっていう感じ。ラップしておけばパサパサしなくなるので。へえ、裏技だ。すごい。ちょっとナピロさんがかわいそうになってきた。なんかナピロの弁当どんどんなんか遠くになってるんですけど、食べてもらっていいですか？098TV。これまでに島袋さんと初江さんが作ったお弁当の写真があるので、ぜひ見ていただきましょう。まずは島袋さん。うわー、かわいい、かわいい。え、これどうなってるの？何？あれは何でできてるんですか？うずらの卵です。うずらの卵、かわいい。ちょっとほわっとなんか寝てる感じ。かわいい。ちょっとご飯をこう掘って乗せたっていう感じですね。これってやっぱりほら食材とか多分使うのは一緒だと思うけど、はい、この飾り付けだよね。デコレーション、デコレーションの仕方がセンスが違うんだよね。うわー、くまさんね。なんかくまさんが布団の中入ってる感じ。寝てるんですね。玄米ご飯を使って、はい、茶色いものなので、はい、これね、なんだかんだ言って栄養バランスもしっかりね分けられてて、色もそれぞれ彩り、ゴーヤーチャンプルですかね。本当に夕飯で残ったものを入れたりしてるんですけど、はい、あ、そうなんだ、はい、コツがあってこうちっちゃいハサミを使うとかピンセットで糊を貼るとか、はい、あの目のところとかそういったあの道具とあとマヨネーズを薄くつけて貼るとかコツがあるので、はい、それが分かるとだいぶ違います、はい、こういうのってテーマって自分で決めてる？はい、あのイラストで描いたりとか。イラストで？はい、はい、あの簡単にですよ、こう半分こんな感じっていう。でも毎日のように作るわけで、ね、はいはい、それを毎日考えるの？考えてました。あのとってももうハマってしまって、はい、なんかこうもう作り出すっていう感じですかね。こうやりたくてしょうがなくて、何かを見るとあこれ作ろうとか、あこれは卵で、あれはうずらの卵でみたいな、はい、それは何を見て？絵を見て？はい、何でもです。あの CM の中のキャラクターが出たら、うん、これはあれを使おうかなとか、まあ、大体食材決まっていて黄色、緑、これだなっていうのを、うん、あのこう作ってる時はもうこう出てくるっていうか。出てくる。じゃあ今日私見たらベニーモ？そうですね、ベニーモ。そうね、ベニーモで初江さん作れるよ。ちょっとベニーモで私を作れる感じ、うん、ね、芋ね、芋母ちゃん。次の写真あるので、次見ていきましょう。はい、だからこれはね、急に変わりましたけど、初江姉さんの弁当のお写真
真を。これはあの最近自分が前日もその前も食べ過ぎたなっていう時に、まあ、時間ないから自分のためにって言って、キャベツとチキンを蒸して、で、そうそうそう、でマヨネーズっていうかダイエットマヨネーズみたいなのとかちょっとかけて、ブロッコリーはもう大好きなんで食べて、でこちらがおにぎり。私ご飯が大好きで、焼き海苔がいつもこう半分状態で置いてるんで、それをラップに引いて海苔引いてご飯バーンって炊飯器からやって、で、あの鮭とかいただいた、鮭なんで明太子かなと思って、何かなもう鮭一匹ほぐしてバーンって入れてバシッて締めて終わり、いわゆる男飯ってやつ。意外とワイルドな。実はですね、もう一枚皆さんに見ていただきたい写真があるんですよ。どうぞお願いします。誰これ。浅戸さんがですね、娘さんに、浅戸さんが娘さんに作った、これね、年明け早々に娘が保育園を卒園する手前なのでね、最後ぐらい弁当作ろうかってことになって、息子の時はずっと作ってたんです。作ってた経験を生かして作ったんですけど、最後にどうしてもね、チチって入れたかったのよ。もう俺感の主張がすごいですよ。アピール半端ない。主張がね、アピール半端ない。タコさんウインナーも入ってる。そう、ねえ、上手、ね、え、ミートボールとかミートボールもちゃんとこねたんだよ。え、こねたの？こねてこねて。本当？そう、前日から仕込んで。本当に？あの湯煎のじゃなくて？違う。すごいんじゃない？ねえ。で、生のトマトが好きなんで、トマトに生ハムを巻いて。生ハム、おしゃれ。トマトにベーコンは聞いたことあります。トマトに生ハム。インゲンはごまあえしてあげると、喜ぶんで。うん、ご飯は何なの？普通 の、 あのご飯に、まあ、ふりかけがあるんですよ、あの混ぜるやつ、それで本人の好きなの選んで、手間がかかってますね、ちゃんと一手間一手ね、ほんと。でも見た目アナピロのとあんまり変わらない。変わるか。まあ変わらないってことにしておくよ。ありがとうございます。でも父感出しすぎ。あのほら、父のこの払いまで払い払ってるからじゃ。父うるせえよ。皆さん、お弁当にまつわるエピソードとかって何かありますか？お弁当あります？初江さん、まあ、私も娘が小学校、幼稚園、小学校、中学校、高校まで必ずこの年に一度の運動会のお弁当はめちゃくちゃ力を入れて作りました。え、運動会のお弁当ってどんな？お重弁当。お重、お重だよね、やっぱり。お弁当箱っていうよりもやっぱり年に一度なんで、お重にして、で必ずうちは松茸ご飯にした。松茸、実は今日その写真あるんですよ。あるの？用意しました。どうぞ。うわー、豪華。これ松茸ご飯なんですね。松茸ご飯、ちょっとしたシーミーみたいな。おいそれもいいけど。何が入ってるの？あれはもうエビフライと、あと手ごねで、あの煮込みハンバーグだったり、チキンの唐揚げでしょ、まあ、そういうステーキだよね、こっちきっとね。ステーキも入れるんですか？ステーキとポテトだよね、あれポテトらしき、なんか、ね、ポテトらしきね。多分ね、茹でて多分半分にしてぐらいのものとか、あとはフルーツでしょ、柿と梨とぶどう、そんな感じかな。なんか運動会の時ってお弁当って落として泣いたりしなかった？なんかあーって泥だらけになっておにぎりとか、みんなで少しずつ分けるみたいな。そう、それ遠足とかであった、ね、あるよね、分けてあげるよみたいなね。そうそうそう、あれ悲しい。でも絶対誰かいるじゃない、あれってね。日頃新人ママさんたちからいろんな相談を受けたりとか、はい、そういう指導する立場として向き合っておられると思うんですけれども、実際どんな悩みが多かったりします？なんか食べてもらえないとかいう方もいて、作るけどなんかこれはちょっと違うとか言われたとか、あとはあの時間がかかりすぎるのでどうしても負担大きい、もうなんか眠れないぐらい負担に感じている方もいるんですよ。そうした時はあのコツがあって、こういった道具とか、あのパスタで止めたりとか、あの、それで柔らかくなって自然に食べれるんですけど、そういったコツを教えて実際に一緒に作ると、どれが私が作ったかわからないぐらい皆さん上手に作るんですよ、本当に。写真見たのかも。だからこう一回一緒に作って一歩やって、コツが分かれば次の日もあのちょっと楽しく作れるようになれたらいいなっていう感じで
あのちょっとお伝えしてますね。私もあの娘が高校とかになるともう急いでとか、もうお弁当ちゃんとしたのじゃなくておにぎりでいいっていう時は、普通のただの梅干しとかそういうのじゃなくて、ちょっと栄養になるようなチキンの唐揚げを中に入れたりとか、おむすびをこう頑張って成長している娘とか、やっぱ愛している人にあげるっていうのは、この結ぶ、お互いの心を結ぶじゃないけど、なんかそういう意味合いもあって、もう忙しくってもこれぐらいはやってあげたいっていう時はいいんじゃないかなって、とっても思う。おにぎらずとかもありますね。おにぎらずいいね。ナビロさんどうなのよ。さっきから見てて、なんかお茶の間の人みたいな感じで。いや、そのつもりで座ってたんですけど。そのつもりはやめて。でもキャラ弁、ナピロも頑張ってないふりしてるんですけど、一回やっぱりチャレンジしたことがあって、もう長男の時に流行ってたの、長男長女が幼稚園の時に、で一回作ったんですけど、長女がもういつも楽しみで台所に来るんですよ、今日の弁当は何みたいな、でパッて開いた瞬間、怖いって泣いて、何これ怖いみたいな、え、なんで、何が起きたのと思って、初めてアンパンマン作ったんですね、ご飯で、したらそのアンパンマンが怖かったらしくて、顔が、サイズ感なのか、目の感じの絵心がないんだろうね、絵心が多分なかったのか、もうノリでこう、さっき言ったみたいにこうパッとこうカットするものとかもあるんですけど、あのカットも下手くそで私、だからもう不器用な人って、その武器使って、武器器具武器じゃない、器具ね、道具ね使っても、もう全然、なんかノリとか一番難しかったです。ちっちゃければちっちゃいほど、なんかこう、切りやすいものとかあるんですよね。で, すねでもあれ、ね、ハサミ入れる時って、こうシオシオになったら切りづらくなるじゃないですか。そ う, そうですよね、その間合いがね。そうそうなんです、だからもう海苔とチーズは使う寸前に出すみたいな。あ、ね、なるほどね。で、海苔をチーズの上に乗せると、結構あのやれないっていうか、あるので、卵焼きの上でもいいんですけど、何かに乗せてすぐ置いとくっていう、あのおにぎりでもいいんですけど、置いとくと形が変になる。あ、でも私も最初の頃怖がられたことあります。ここでですね、視聴者の皆さんから寄せられた手作り弁当の写真をご覧いただきたいと思います、はい、どうぞ。おお、初めてできた彼氏に作った手作り弁当です、でめっちゃ美味しいと喜んでくれました。私自身弁当はあまり作らないので、不器用に頑張ったそうです。あ、素敵頑張りました。さあ続いて、はい、さあ続いては、美味しそう。野球をやっている中学1年生の息子のためにアグー弁当を使った七色弁当です。美味しそう、すごい美味しそう。練習試合でボールボーイをするので早く食べられる弁当がいいとのリクエスト、おかずをご飯の上に乗せてスプーンで食べれるようにしましたと。ちなみにこれはパパさんから息子さんに作った弁当です。素晴らしい、パパ弁当です。なんか写真の撮り方が拙者で、とってもなんか美味しそうに見える。美味しそう、色味も美味しそう、ね、続いての写真です。はい、うわーすごい、これは結構すごい鮮やかですよね。高校1年の私、初めて作ったキャラ弁、初めてだそうです、そう、すごい高い、そう、友達の弁も作って朝から張り切っちゃいましたということで、すごい、どうですか専門家から見ても、まあ、上手です。信号色って言って黄色と青と赤が入っているので、うんはいはい、見栄えも入ってた方がいいの？あ、もう茶色い弁当っていうのは入ってないんですよ、はい、そうね、なるほどなるほど、信号の色が入ってるとカラフルに見えるってこと？お弁当、手作り弁当の良さってある？食べる時にこの作ったお母さんとかお父さんがいないじゃないですか、なんか逆にいないことで心が伝わるっていうか、うん、あの手書きの手紙とかもなんかこう届いて、なんか相手がいないからこそなんか伝わるものがあるのかなってどこかで思ってて、うん、はい、あの野球の卒団式って言って卒業する時にみんな泣いてすごい盛り上がる時があるんですけど、うん、6年生の子たちが本当にあのお母さんに言う言葉が、あのお弁当作ってくれてありがとうって言うんですよ。あ、ね、あの野球部って洗濯とか大変じゃないですか、泥まみれの、ああいうのはやっぱ一切出てこなくて、大体の方がお弁当って言ってたので、やっぱそういう風になんかこうあるのかなっていう気持ちは、はい、実はね、うちの息子今大学生になったんだけど、彼が受験を挑んでる時、塾に行くじゃないですか毎晩で、うちの嫁さんがね、最初は高校2年生までは普通にこれでラーメン食べなさいとか言ってお金あげてたんだけど、彼が頑張るって決めた瞬間、じゃあ私も頑張るって言って毎日弁当も出したのよ。あの姿見たらね、もう感動だったね。
何目をうるましてるのよ。違う、ちょっとお姉ちゃんちょっと弱いんでしょ。泣きくしがってた。やだ。ちゃんと、ね、合格したって言ったら2人で泣いてるのよ。たまに僕もちゃんとね送迎はしたんだけど、この輪に入れないのよ。2人で達成したみたいな。だから愛情というものと一緒に戦ってるみたいな気持ちを伝えたいみたいな。目が大きいからすぐ出てきた。今回は手作り弁当についてトーク&ディスカッションをしてきたんですが、最後にコメンテーターの浅田さん、はい、手作り弁当の魅力を一言で表すとしたら。僕はやっぱり愛だと思うね。何かこう気持ちを届けないということの葛藤もあるんだろうけども、作る側の気持ちっていうものを僕は届けるっていう純粋なことだと思ってて、で必ずこれっていつかは伝わると思うわけ。何も手作りじゃないからダメだっていうことじゃなくて、思いを届ける一つの形として、なんか僕はこれからもあり続けてほしいなって思うし、そんな頑張ってるお母さん方にはね、心からエールを送りたいなって思うね。ね、ナピロありがとうございます。ナピロに送ったの今エールを。伝わりました。すごい。さあ、リニューアルのゲストが入っての初めての回ですけど、いかがでしたお二人さん。まあまあ、なんかこう徐々に良くなっていくんだろうなっていう兆しは感じましたけどね。そうですね、はい、なんか話がこう結構広がって脱線もいっぱいしますけどね、楽しいんじゃないかと思うんですけど、でもなんかいい感じにリラックスできるようになって。いや、リラックスしそうね。なんか楽しい。話聞いててくれる。あ、わかりました。なんか見てる感じになっちゃいますね、やっぱりテレビを見てる形になって、ね、もうちょっとあの普段のおじさんな感じが出たらいいんじゃないかしら。じゃあお酒もらえますか。ということで、始めてまいりましょうか。でもね、お酒飲んだら飲んだでひどいよ、うん、ひどいよ、うん、放送できない、ね、放送できないよ、うん、だ今がいいと思う。今がいい、うん、頑張ります。次回の 098TV テーマはファッション。おしゃれ好き必見、専門家に聞くファッションのこだわりとは。ファッションってこんなに勇気与えてくれるんだっていう。見せちゃうぞ。私の方があるかも。